一の谷の戦いの後、源範頼と義経は後白河法皇に報告をした。戦には勝ったものの、三種の神器を取り戻すことかなわず、誠に申し訳ございません。やむを得ぬ。兵士には院からも使者を使わして交渉してみよう。はっ。その後、範頼は鎌倉へ帰還し、義経は頼朝の代官として京にとどまった。ただいま戻りました。三種の神器を取り戻せなかったこと、お詫びいたします。仕方なかろう。相手のあることなれば、すべてがこちらの思い通りにとはいかぬもの。それで義経の働きはどうであった？期待以上でした。宇治川の戦いや一の谷の戦いの勝因は義経の働きにあったと申してよいでしょう。もちろん頼朝公のご意向が後ろにあってのことですが、報告ご苦労。さらに詳しい報告は後ほど文書で出すがよい。まずはゆるりと休まれよ。ほっ。忠則殿や一森殿はもうおらぬ。なんと寂しいことか。常森殿におかれては、厚森殿らご子息すべてを失われたとか。胸中をお察しいたす。さらには重衡まで敵に捕らわれたとのこと。嘆いていても始まりませぬ。急ぎ立て直しを考えなければなりませぬ。いかがすればよいのか。私を彦島に派遣していただきたい。ここは海上交通の要所となるところなれば、彦島とこの屋島を抑えることで、四国と九州を兵士が抑えることになりまする。さすれば源氏は船を持っておりませぬゆえ、すぐには攻め込んではこれませぬ。おそらく今は急いで船を調達しているところでしょう。それまでに防御体制を固めてしまうのです。安徳天皇様はいかがいたす？宗盛様と共にこの屋島におられるがよろしいかと。わかった。彦島を頼む。はっ。その後、後白河法皇の使いが屋島の宗盛のところに来た。三種の神器を返還し、源平は忘るがよい。ん？何を言っておられるのか。先の一の谷の戦いでも、後白河院の使者が和議を装い、その間に源氏に攻め込ませたことをお忘れか。兵士は二度と騙されぬ。三種の神器の返還など思いもよらぬ。三種の神器の返還を断られた後白河法皇は、三種の神器がないまま後鳥羽天皇を即位させた。そのため同時に二人の天皇が存在することとなった。この頃、山陽や畿内で兵士の反乱が勃発。京都に残っていた義経が鎮帝に当たっていた。そして
頼朝は範頼を呼び出した。そなたが指揮官となり兵士を追討いたせ。おっ。範頼の遠征軍は長門の国にまで到達するも、長く伸びた戦線を兵士軍に脅かされ、兵糧の調達に窮した。関門海峡は知盛に抑えられ、船もないため九州にも渡れず、進撃は止まり、兵糧が尽きて周防の国へ後退した。範頼は窮状を訴える書状を次々と鎌倉に送り、将兵の間では陰戦気分が広まり、全軍崩壊の危機に陥ったと報告。思わしくない戦況に鎌倉の頼朝は焦燥した。この苦境を知った義経は後白河法皇に西国出陣を奏上して許可を得た。そして摂津の国の水軍、渡辺島や熊野水軍、伊予水軍らを味方につけて、摂津の国渡辺の津に兵を集めた。出航は今夜、行くぞ四国へ。お待ちを。船の身体を自由にするため逆炉をつけるべきかと。そのようなものをつければ兵は引きたがり不利になる。進むのみを知って退くことを知らぬはイノシシ武者である。はじめから逃げ支度をして勝てるものか。私はイノシシ武者で結構である。さらには漁師の者らが申すには、これから暴風雨になりそうとのこと。構わぬ。そうなればむしろ兵士に気づかれずに行けてよいかもしれぬ。むむむむ。その夜は予想通りに暴風雨となりましたが、義経は出航を強行した。義経の船団は暴風雨をつき、通常3日の航路を4時間ほどで阿波の国勝浦に到着したという話がありますが、これは1日と4時間の間違いではないかという指摘もあります。そして屋島の戦いが起きるのですが、そうしたお話は次回以降にて。